大阪厚志栄は、鹿児島県鹿児島市生まれのバイオリニスト。CS、日テレの日テレプラスで放送している、鉄道発見電鉄兄ちゃん、藤田大輔アナが行く、の番組テーマ曲を担当。サウンドクルーズコンサート2016 in 岡山では、工業デザイナー、水戸岡英二とトークショーを行う。福岡教育大学総合文化科学、家庭芸術コース音楽専修卒業。 卒業後、イタリア・ミラノ、チェコのプラハ、また、ルーマニア文化庁指揮者アカデミーにて研鑽を積む。様々なオーケストラの定期演奏会でソリストを務め、アクロス福岡では、皇太子殿下ご夫妻の午前において演奏。海外でのレコーディングやコンサート、CM 出演、録音、音楽制作の活動も、精力的に行っている。一方では、 プリマベーラアーツ株式会社の代表として、世界の第一線で活躍するアーティストの招聘、マネジメント、コンサート企画を行っている。また JR 九州クルーズトレイン、7つ母シーン九州のテーマ曲を演奏するバイオリニストとして、JR 九州と共にサウンドクルーズコンサートを展開。バイオリニスト古澤岩押氏やピアニストの国部広子氏と共演。 またベルリンフィルバイオリンアンサンブルのツアーにソリストとして参加。幅広い活動を続けている。2013年に CD、7つ星をリリース。7つ星の社内で販売され好評を得ている。7つ母子院九州の音楽演出をプロデュースし、これまでのすべてのツアーに乗務。年間200日以上を乗務し、7つ星のすべてのお客様に接している、唯一の存在である。 現在、世界遺産候補として推薦されている、長崎の教会群とキリスト教関連遺産に関連して、五島列島に特化した音楽物語を企画制作している。2016年には、CD、サウンドカライズ・ジャウニーをリリースし、コンサート活動を本格化する。鹿児島県姶良市、姶良ふるさと、大使鹿児島マラソン公式サポーター大阪厚志 A。 学生時代に青春を謳歌した曲、辛かった時に元気づけられた曲、その曲を聴くと、その時代の光景が鮮明によみがえってきます。特別で美しい景色の中で大切な曲が寄り添う、時、その旅は忘れられないかけがえのないものになります。バイオリニストでありおと旅演出家でもある、大迫厚しすぐるしの音楽で彩る、これまでにない、新しい旅へ。 JTB ロイヤルロード銀座がご提案します。大阪厚志すぐるし、クルーズトレイン、7つ母シーン九州の音楽演出をプロデュースし、運行開始後305回連続で乗務し、演奏を届けた。現在は東急電鉄、ザ・ロイヤル・エクスプレスの演出プロデュースを担当。2019年、JTB ロイヤルロード銀座の感動の響きテーマ曲、およびラグジュアリーバス、 ロイヤルロードプレミアムのテーマ曲をプロデュース。イタリアミラノ、チェコプラハ、また、ルーマニアで研鑽を積み、ベルリンフィルバイオリンアンサンブルの日本ツアーにソリストとして出演。総プランは、旅先でお一組様のためだけにプライベートコンサートを実施し、コンサートの時間以外にも一部工程でアンバサダーが同行し、旅と音をプランニングします。専用車をご用意しますので、 オーダーメイドツアーのようにお客様のペース、ご希望に合わせてお楽しみいただけます。ご旅行中のお客様の写真をオリジナルの映像に、まとめ、ご旅行後 DVD でお渡しします。新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う、当社店舗の営業日、営業時間について、観光庁や自治体等からの各種発信等を受けて、 ロイヤルロード銀座各店舗におきましては営業時間の短縮や臨時休業を実施させていただく場合がございます。詳しくは各店舗のホームページにてご確認の上ご来店いただきますようお願い申し上げます。銀座本店、大阪店、名古屋店ご旅行に関してのお問い合わせ、ご質問はお近くのロイヤルロード銀座までお問い合わせください。銀座本店、 営業時間、10時18時、休業日、祝日、振り替休日、年末年始12、30から1、3ご来店の際は事前にご予約ください。インターネットでのお問い合わせ名古屋店、営業時間、10時18時、休業日、土、日祝、振り替休日、年末年始12、30から1、3および、B の A の休業日に準ずる大阪店、営業時間、 11時20時、休業日、ヒルトンプラザウエストの休業日に準ずる、ページトップへ戻る7つ星、演奏場務員、大阪厚市へ7月2日岡山でコンサート。ありがとうございます。